パリオリンピック五輪の柔道男子100キロ超級5位混合団体戦銀メダルの斉藤達る22イコールジェスグループラルーレットをカンフル剤にする写真団体戦決勝でのデジタルルーレット10日都内で光月スポーツ賞の表彰式に出席パリ閉幕後も話題となっている団体戦決勝でのデジタルルーレットについて反響はすごいですねルーレットをいじられるのは やっぱり自分が負けたからだと思ってて。そういう悔しさは強くなってるだけで、今見ててもすごく思い出す。自分が負けたからそういう風になってるんだなっていう気持ちは本当に強いですと言及した。階級別で争ったフランスとの決勝。3勝3敗で勝者を決める代表戦に入る際に行われたのが、デジタル表示による抽選だった。 個人戦の100キロ超級で金メダルを獲得した地元フランスのテディ・リネールが出場する、プラス90で回転が止まり、斉藤の出番となった。結果は大打ち狩りでの一本負け。開催国フランスにとってはあまりにも出来すぎた展開に、ルーレットの公平性に疑問符もつき、国内では未だに話題となっていた。誰よりも悔しさを感じているのは本人だろう。自分がこの壁を乗り越えるかどうか、 いろいろな面で変わっていかないといけない。しっかり自分と戦っていくと決意を見せる。私生活、稽古も見つめ直し、土台からしっかり作っていくと精進していく。現在は時間を縫って自動車教習所へ通っているそうで今しかない。それで頑張ってます。あさってくらいが最終なので、やっと終わりますと生活環境も整えるために、畳買いの、戦い、の真っ最中。 4年後はあっという間に来る、幹を育てていかないと枝は伸びないので、そういう部分を今やってますと大木を目指していく。